怪我、大丈夫？僕は嫌だ。仲間を犠牲にするなんて。分かってるわ。私はただみんなに認識してほしかっただけなの。今がどれだけ危険な状況かを。僕は無力だ。こんな時も何の役にも立てない。そんなことないわ。あなたの力は素晴らしいものよ。これをここに植えてほしいの。これは？お願い、あなたの力でみんなを守って。逃げられただと？なんでちゃんと見張ってなかった？悪い、まさか逃げるなんて思ってなくて、少し目を離した隙に。待ってくれ、早く逃げるんだ。俺はあいつらを裏切った。俺と吉岡っていう女、二人を仲間に入れてくれ。いきなり何言ってんだてめえ。おい、あそこ燃えてるぞ。あいつら山に火つけやがった。最後の悪あがきか。大した火じゃねえ。リサオ、あの一面に植えた花は何なんだ？凶畜刀だよ。それは特別な植物なのか？いや、どこにでも生えている。民家の庭や公園にだって植えられているような花だよ。でもあまり知られてないけど、凶畜刀には猛毒があるんだ。そしてその毒は葉や花だけじゃなく、燃やした煙にまで含まれる。くそ、もうダメだ。さっきから何言ってんだおめえ。マジでヤバいんだって。この花はな、うちの仲間が能力で生やし。勝手に死んだ？なんだこいつ。どうする、まだか。決まってんだろ。皆殺しだ。ちょっと待ってくれ。なんか気持ち悪い。俺もだ。俺も吐き気が。まだか、やばいぞ。火がどんどん強くなってきてる。なんだこれは。あの花の毒なのか。早く逃げよう。動けるやつだけでも。お前ら先に逃げろ。何言ってんだ。まずはリーダーのお前かって。バカ野郎、わし頼むか。俺は何があってもお前らを見捨てねえ。後か、俺も手伝う。俺も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 